さて、ここからは二手に分かれる。みんな、頑張るんだよ。さあ。港と離れたカカシたちは一路目的地カンナビ橋を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む三人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン！こいつは預からせてもらう。お前、リンに何をした？安心しろ、ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ。リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対。それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた。ずっと俺たちを支えてくれた大切な仲間だろうが。それがリンの任務でもあった。もういい。お前と俺とは元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。俺が必ず。お前一人で行くのは大した度胸だ。しかし度胸があったとしてもどうにもならないものがある。今のお前がまさにそうだ。お前の命はここで終わる。残念だが。やだ、腕が震えやがる。くそ、恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろ、オビト。もう少しでリンゴ。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星か。やはり考えも行動もガキだな、お前は。この俺が貴様ごときに本気を出しているとは。意外と粘れ。どうやらお前を過小評価していたようだな。合格！
はい、遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。頑張れ、ホビト。私、ずっと応援してるからね。俺は、まだ…死ね！ココシ、どうしてここに？まあ、お前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう。やつはガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイゼン。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ！リンは無事なのか？それが、リンは剣術にかかっちまってんだ。だから、まず俺たちを倒さないといけないってわけだ。状況は単純だろう。しどい。ここは俺が。よし。しかし、コナンは随分と人手不足みてえだな、おい。てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて、正気じゃねえぜ。子供であろうと、実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。鍛錬システムがあんたの差ことは雲泥の差ってことだな。めちゃめちゃ浮かすくなぁ、これは。いけるよ。おい、ガキが相手だからといって気を抜くな。ちょっと油断しただけだ。とはいえ、こいつら本当にただのガキじゃねえな。ここは俺が。違う。あの暴君の術。あれ。ここは俺が。外れた。やった。白い。甘いね。迷彩隠れの術。ここは俺が。忍法迷彩隠れの術。ドトン岩屋の崩し。任せろ。蹴りつけてやるぜ。やっぱ手ごわいな。ココシ！大丈夫だ、この程度。オビト！じゃあな。ココシ！死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。死ね。仲間は俺が守る。おいおい、マ
ジかよ。やるぞ、オビト。ああ。帰れると思うなよ。目障りなんだよ、ガキども。助けに来たぞ、リン。
もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、この葉のガキども。ドトン岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。大丈夫か、リン、カカシ、オビタ！くそ！やめろ、いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！いや、そんな、どうして？俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたら、こんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや忘れてたぜ、俺お前に上人祝いのプレゼントやってなかったな、カカシ。何がいいかずっと考えてたんだ。でよ、今思いついた。何？安心しろ、役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な上人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。リンを連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でもいいから行け。リン、ドトン熱の転生。早く捕まれ。オビト！カカシのやつとせっかく仲良くなれたのに。リンには結局告白できなかったな。みんなともっと一緒にいたかったな。オビタ。リンを頼むぜ。
やるぞ。俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして？この区内の術式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は？俺が全員倒したよ。リンはどこなんです？間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残した神奈美峡の戦い。その日、木ノ葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。